さあ始まりました将棋場チャンネルということで、今回は昼休み速報ということで、本日行われている順位戦 B 級1組1回戦、藤井聡太二冠の初戦です。対戦相手は三浦弘行九段ということで、先手が藤井二冠、後手が三浦九段ということになっております。で、戦型予想相掛かりとしてたんですけども、2手目が3四歩でしたね。三浦九段、相掛かりやらなかったです。すいません。やっぱり先手の勝率が高いということで、なんか三浦九段ならあえてそこの研究をね、持ってるんじゃないかとね、勝手に推測したのと、過去3局ね、横歩と角換わりを指しているから、新しい何かと思ったんですけどね。いや、全然横歩取りの方になっていきました。ということでね、三浦九段も横歩取りは、直近の対局では、朝日杯の決勝でね、逆転負けしましたけども、やはり、途中までね、終盤の本当のところまでは優勢を築いていたので、いいイメージがあったんでしょうね。なので、横歩取りと、そして藤井二冠はね、もちろんもう相手のリクエストにはね、もう逃げたりしないんで、横歩を本譜も取っていきますということでね、戦いが、横歩取りということになりました。さあ、ここでね、3三角でしたね。4一玉とかね、来るかなと思ったけど、オーソドックスではありますね。3三角。それに対して藤井二冠は青の竜ということで、5八玉と、お互い中段玉なんですけども、3六歩とね、積極的に桂馬を使っていく姿勢を見せていくということですね。さあ、ここでね、三浦九段は積極的に金を繰り上げていくということですよね。それに対して飛車を逃げて、さあ、5一金とね、金、銀とね、連結を良くしておくということで、ここで藤井二冠考えるんですが、普通に3八銀とね、しましたね。さあ、ノータイムで三浦九段は8四飛車と引いたんですが、ここから積極的に行きました。まず角交換をしていきます。同桂としておいて、ここでね、びっくりしましたけど、7七桂とね、跳ねていきましたね、本譜は。いやー、びっくりです、これは。飛車成れるんですけどね。本譜は4四角と打って、そしてそれに対して6六角と打って、ここで昼休み9桂ということですね。いや、この7七桂はね、すごい、研究なのか、この場で読んだのかわかりませんけど、もちろん飛車成ったとしても、飛車をぶつけることができるので、これは、香車取ったらね、桂馬取った手が銀あたりなので、攻め合いはちょっと難しいでしょと。かといってね、これ取るしかないなと。でもそれは桂馬もね、跳ねて、これは先手が評価値も見てわかる通り、ややよしという変化なので、研究なのかもしれないし、その場で思いついたかもしれませんが、ちょっとね、一瞬ハッとさせられる。飛車なれるんでね。ただし、本譜はね、三浦九段もこれは、このね、なったらまずいっていうの分かっているので、4四角と打って、6六角と打ってきましたね。この後、普通に考えたら角を取り合う展開かなと思うんですけどね。どうなるか、昼休みなんて楽しみですね。さあ、お待ちかねの勝負飯というか、将棋飯といいますか、見ていきたいと思います。藤井二冠が豚しゃぶのバンバンジーというね、弁当、ちょっと珍しいですね。いつもの、鳩やぐらさんなんですが、梅だれみたいないつものありましたけどね。今回はバンバンジーの方でしたね。対して三浦九段が豚の甘辛スタミナ焼き弁当の、こちらも鳩やぐらさんでしたね。さあ、午後からの対局も引き続き応援していきましょう。それじゃあ、バイバイ。